ザ、こんにちは。いいね、挨拶キレある、ね、2本目ですか。です、ね、体全然キレなさそうなんだけどな。そんなことは、いや、言葉はキレるよ。そんなことないですね。何でも言ってくれるからね。いや、何でもね、聞いても話して答えてくれるので、はきはきしてるでしょ。あの、まあ、一野球ファンとして私の周りでもそうなんですけど、まあ、今回楽天が、まあ、ECGM が結構ヤクルトの元選手をこうごっそりと持ってきたっていうイメージがあって、はいはい、私たちこう周りではあれあれ楽天どんなチームになるんだろうとか、うんっていうのが結構声としてもうお金も使ってるよね。そうですね。なんかほら結局ちょっと今あんまりこう楽天ファンの皆さんが ECGM に対してちょっと手探りというか、あまりこうねいい評価じゃないところ多いんですけど、まず一つは、まあ、あれじゃないの、平井氏を切った時点じゃない。そうなんですよね。そっから始まったの、まあ、それもちょっといろいろ事情があると思うんですけど、まず一つは、まあ、ヤクルトとか他の球団からこうコーチを引っ張ってきてなんか大丈夫なのみたいなイメージあるじゃないですか。でもそもそも楽天は2005年からでしたっけ、うん、が最初じゃないですか。だから生え抜きだけで集めるってのはまあもちろん難しいですよね。であとはやっぱりその石井は西武といろいろこう渡り歩いてたんで、その中で自分の中でおそらく優秀だろうとかこいつだろうって思い立ちを引っ張ってるんですよ。僕ちょっと客観的に見て本当にコーチ向いてるなってやつばっかり引っ張ってますよ。だっていっぱい OB いるわけですよ。あの人っていう人はやっぱ引っ張らないですから。だからその友達内閣みたいなイメージの方がいると思うんですけど、その中でやっぱり優秀なコーチとしていけるんじゃないかって人たちをうまく引っ張ってると僕は思うので、そのなんかね、自分の声がかけやすいところだけとかって、で正直三木と石井和久ってそんなに接点ないですから、同じ球団ですけど、はい、だから彼はその多分評判を聞いて三木をたまたま引っ張ったと思うんですけど、現役の時から仲良くよくつるんでご飯食べるとかないですからね。だからそういう目で見るとちょっともうちょっと冷静に見て、今年ね結果ここを問われることになると思うんですけど、まあ、お友達内閣とかね、うん、ちょっとね、言われて、言われて、僕ら見てるとちょっと気の毒だなと思ってて、そんなことないと思う。だってそんなに生え抜きはね正直いないですもんね、うん、まあいないで、生え抜きはずっとやってきてて、でやっぱり今回その、まあ、星野さんが亡くなられた後にこういろいろね改革をしていこうってことで第一歩じゃないですか。だからもうちょっとこう長い目というか優しい目でね見てあげれたらと思う。まあ平石はね戦力あの恥じたのがそうなったのかなと思いますけどね。ただねやり手だなと思うのは、はい、やっぱ補強で必要だと思ったら認め取らないね。そうですね、行きますもんね。行くね、はい、この選手に、まあ失礼な言い方でしたら悪いけど、うん、この選手にこれ行くかみたいな、うん、このぐらいの金額行くかっていう、ね、いやでもチームとして必要だと思ったら高い買い物じゃないもんね、はいはい、考えりゃ。だから、まあ例えばジャイアンツとかも FA でいっぱい取って強いチーム作ってとかいう人は、それちょっと僕やっかみとかにも聞こえちゃうんですよ、はい、やっぱりプロ野球のチームだから、まあもちろん育てるのも大事だけど、やっぱ勝つためにどう努力するかじゃない、フロントと GM はね。で、それやった上でどうなるかって話なんで、それはもうルール上の中でずるして引っ張ってるわけじゃないですから、もうこれは公平な目で見てほしいですよね。で、FA 取って、早投げ育てろっていうんじゃなくて、まあ、それはそれ、それでチームが強くなれば、やっぱりみんなも喜ぶわけだから。いや、勝つことが一番だ、ファンサービスだから。だからそれはそれで俺はいいと思うんだ、はい、ですよね。ただなんか日本の文化にまだ根付いてない GM 制っていうのは、マネーボールっていう本を読んだことある。映画を見ましたね。見たでしょ、はい、そしたらもう GM が監督に全部指図するんだよ、はい、この選手を使えとか、うん、これは打順はやめとけとか、うん、そういうことまでやってんのかね。そこまではちょっと分からないですけど、そこちょっとあれかな、メジャーリーグの GM とは少し違う、そこまでじゃないと思いますけど、僕もちょっと細かいことも分からないですけど、ただやっぱりある程度のプランは持ってもいいですよね。監督の OK 出る範囲というか、こう、うん、ごちゃごちゃしないレベルだったら、組織としてどうやっていくか。でもやりにくいよな、GM 制じゃなかったんでしょ、まだヤクルトの監督やった時、ね、はい、なんかそういうこと言われた経験ってないの？全くないですね。例えばフロントから、ないですね、この選手使う、もうちょっと使ってよとか、はい、全部現場のに任せてくれる、はい、これはね、一番やりやすいんだ、はい、ただ一番責任は被るけどね。そうですね、うん、あとやっぱり監督って正直2年やるか3年やるか1年やるか分かんないじゃないですか、うん、で勝ってる時はもう監督に任せてもいいと思うんですよ。で例えばちょっと低迷したりとかいろいろした時にはやっぱり来年以降のプランを考えたいのが GM だと思うんで、
その分に関してはちょっとこの辺でもう若い選手この選手いいのいるからこれ使ってくれないかなっていう提案ぐらいは僕は全然やった方がいいと思います。だからそれはそうだね、はい、じゃないとやっぱりいつ組みなのか分かんない監督の好きな選手ばっかり起用してたら次に繋がっていかないんで。でもさ今年楽天の野球見てると、はい、新人とか、はい、若い選手をもうとにかく使ったじゃん。使いましたよね、ある程度ね、我慢して。あれはなんか上からのこう命令なのかなっていう、ちょっとあるかもしれない。日本ハムなんかもねちょっとありますよね。はい、もう我慢して使うことによって良かったりもするし、ただそのレベルに選手が来てればですけどね。ただ監督や経験者としたら、はい、そう言われることはどう思う。まあ言われたら自分のプランもあるわけですよね。そうですね、まあ相談はしたいですよね。あ、話し合いで決定したいという。そうは言うけども今こういう状況でこれこっちの選手の方がいいと思うんですよとか、じゃあそれなら使いましょうかとか、まあ、話し合いでやればいいじゃないですか、ね、なんか全部上からでトップダウンでこれっていうだとちょっと難しいかもしれません。ただまあ日本のチームって今どこまでねその力もやってるかってことになると思うんで、まあでも現場は監督に任せるべきですよ。だって負けたら監督が責任を取るんですから、まあ、そりゃそうだね、はい、GM 取らないもんね。特に取らないチームとかあるじゃないですか。うん、多いよね。あのヤクルトもないなんだ俺なんか今何かで言ったりとかしたい。いまああったよまあ、DeNA とかね、はい、それはもう GM 制を引いて DeNA になった途端に、まあ、いろいろやったけど ね、でも GM と監督がうまくいってたかっていうとやっぱそこら辺の戦い方は戦いはあるよね。やっぱ現場の考え、うん、GM の考えっていうのは、まあ、必ずしも一致するっていうことはなかったし、でももうそれはもう監督として現場の責任者として強行突破していったりとか、ね、中尾さんとか強かったから。あ、うん、そういう面では自分の意思っていうのは強かったから、いやもうこうしますみたいなそれはもう言ってくれてたし、まあそうですね、だから戦ってくれる監督だったら GM 制を引いても、はい、まあうまくいく時もあるし、はい、ずれた時もあるね、はい、だからなんかこう世論的にね、石井が監督やります、三木は GM の言うことを聞くからいいんじゃないかみたい なんかそういうのってちょっと寂しくないですか。そんな言い方しなくてもよくないですか。いやまあ寂しいよ。別にさ、監督として引き受けて指揮を取るわけだから、うん、その辺の話はもう勝ち負けで判断してもらって、まあ、そろそろどうやろうかはもうあんまり周りが気にしないでほしいな。だってどうなるか分かんないですよ。どういう戦い方分からないけども、それはなんかちょっと怖いですよね今ね。こういうまあ憶測だからね、ネット社会ってね、まあ怖い、ね、憶測だけでね、こんだけ拡散されるみたいになっちゃう。そうそう、世論もこっちにこう誘導されていっちゃう。でみんなダメだと思う。この間僕トークショー行ったらみんな石井はダメだと思ってるんですよ。だってそんな誰も喋ったこともない人のことなんでダメとか言えるんですかね。え、それは何質問したの。なんかちょっとトークのネタで、うん、みんなそういう感じの空気なんですけど、うん、いや僕はこうですよって話をしたんですけど、まあでも勝負の世界だから結果だからね。そうです、まあ、結果まだ結果折れてないですもん。だってまあでも石井がなって3位になったわけで、うん、で来年どうなるかわからないしますね。だからその結果を見てだよ ね、それはもう悪かったら叩かれるのがこの世界だから、まあまあそれはしょうがないです。それはしょうがないよね、はい、どんなにいい人だって結果が出なかったら叩かれるから、それはもう本人も受けるよ ね、その評価。まあでも娯楽といえ、ね、プロ野球って結局みんながね、うん、あの楽しみに見てるスポーツがあるけどさ、なんか各人に迷惑かけてるわけじゃないじゃないですか。まあ言い方悪いけど勝っても負けても、ね、もちろん勝った方がいいんだけどもさ、なんかそれに対してさそんなに罰しなくていいよね。いやでも政治家とかで桜の見会とかでさ、ちょっとお金どの頃とかで話じゃないんですから。でもそれに近いようなことがあるんだよ。やっぱチケットを買ってそうですけど応援に行くっていうのは夢をかけてるんだよ。なんでそんなスポーツを戦うのか。アマチュアスポーツは戦えないから、まあそれはプロ野球だからね、これはもうお金もらってっていうのが分かるけど、ただ一つ失敗したのは平井翔が辞めるって先に先行した記事が出た時に石井が引っ込めたんだよね、その記事を。いやいやそんなことは言ってないと、うん、まあその時は言ってなかったかもしれないじゃないですかね、うん、でも結果的にはそうなったって言うんだったら、やっぱちゃんとなぜっていう理由を話せというファンに。そこら辺はでも一応理由は言ってたじゃないですか。いや先日後でね、うん、後で言ったけど楽天って多分3位になるなんて思ってなかったんだよみんな、うん、戦力的から見ても、うん、でもその3位になった監督をなぜっていう、うん、疑問があれは新聞が悪いっすよ。新聞がやっぱり先走りで書くじゃないですか。まあ確かにね、そんな別にどっから漏れたか知らない話をさ勝手に書くわけでしょ。で球団が否定してることを書くわけだから、だからそれはちょっとね、うん、なんかそこを評価するってどうなんですかね。なんか先に書いたらすごいみたいな。いやその方が新聞が売れるじゃん。ああそっか。いやそれで後出ししたら、あもうそんなの見たみたいな感じだよ。でもちゃんとしたネタも悪いけどさ、ちょっとガセっぽいのを先に出たりするじゃん。あります、あります、あります。
。そしたらそれはどうかなってことですよ、ね。まあ、まあまあそれは真中がいい生活を送ってきてるからね。ボンボンみたいな野球界で。ボンボンじゃないですよ。いやお前ボンボンだよ。育ち悪いですからもう。いやいや。でも育ち聞いたら悪いんだよ。ちょっとそんなことない。逃げさせていいんだよ。いや自転車買ってもらえずにさ、ね、みんなが自転車でこうやって行ってんのに、はい、走って追っかけてたって言うんだもん。それがやっぱ脚力に、ね、つながったんですよ。それはそうだよ。それは親の狙いなんだけどさ。でも野球界としたら、もう本当になんかこうエリートみたいな感じで。全然エリートじゃないですよ。いや監督まで行くから、まあまあそうそう、エリートだわ。それも優勝してるんだ。いやそうです。まあ、優勝したり翌年とか、マスコミとかこう嫌でしたか？いやいや、ファンとか意外とそうでもないですね。もう優勝し大好きだよ。そういうの。いや優勝して優勝したらその年でも終わりだから。また来シーズンはまた、そう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 、意外といつまでもその部分に関してはずるずる。じゃ戦い強いですか。そうですね。じゃあ楽天は来年。え僕今のところ、ね、僕今のところ優勝か2位ぐらいしようかと思ってます。おお、いいね。去年も僕だって楽天優勝しようと思ってましたから。いや確かにね、ピッチャーはいいんだよ。いいっすよ、めちゃくちゃいいっすよ。でパ・リーグの選手たちに聞くと、はい、いや楽天のピッチャーいいですよ。これ則本、岸本当に揃ったら、はい、日本柱が、はい、あと若手はすごいいいピッチャーいい。これ若いの持っていいっすから。2人もいいっすけど、もう何だっけ、若いペイにいます。あじゃあこれは本当に優勝する。松井裕樹も先発もあるかもしれないですからね。で石橋とかでもいいでしょ。石尾とかさ、結構いいっすよ。唐島とか、いや楽しみじゃないですよ。いやだから予想がものすごい難しくなってるよ。なります。あ来年のだってロッテだったら補強してるし、ロッテも取ったね今年ね。すごいですね。でオリックスはオリックスだったね。ピッチャーいいけど、ま、取りましたよね、ま、外国人、海外国人、あの AJ、 うん、あれもすごいからね。真面目にやるかどうかは別問題ですね、はい。じゃこれどう、でも本当パリーグちょっと強いですね。またね、うん、セリーグより補強してますもん。楽しみ、楽しみ、ね、楽しい来年パリーグの試合が見れるか。まあ予想はね、はい、この3月ぐらいねしますけど、今あくまでも現状の予想ですからね。わかりました、はい。